おっしゃ、でか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 い。これルアーなんすか。部屋口の中にカワースキャットです。またまたスキャッティングですか。おっしゃ来たドラビーですね。これがいるんですね。うん、ありがとうございます。おっしゃおっしゃおっしゃ、でかいから、パニックです。でかいから、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 ちょば、もう一回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 、でかいからでかい、待って、さあ怒っちゃった。ハッドボールすぎ、すごい、3匹目釣れました。よかった、でっけー、よかった。いやー、はい、50ないんだ。これ50ないんですよ。500ぐらいあるね。いやー、ありがとうございます。来ましたね。4匹目ですよ。完全に見えてます、ね、4匹目ですよ。これどうしちゃったんですか。これちょっと傷だらけだけど、4匹目です。4匹目、ありがとうございます。450、500ぐらい、うん、ドライブビーバー、うん、とりあえず4キロ行きました。はい、ドライブビーバーでまたもう今日は離さない、もう落とさない。今日よく竿が落ちる日なんで8ポンドです。また8ポンドのヘビーダウンショット、はい、ヘビーダウンで、はい、同じです。お願いします。4本目です。よし、初めて牛車で4本超えました。あともう1匹でリミットメイクです。はい、そうですね。あ、今日5本リミットなんですか。はい、はあ、やばい日かもしれないやばい日かもしれない。ただこの動画を見て釣り子 TV に騙されないでください。今年は10回ぐらい来て魚を触ったのが 2日だけですそれが事実なんで。おめでとうございます。ありがとうございます。バットボタンを押してくださいバットボタンを押してくださいねグッドボタンお願いしますの中に入れてね。あわお、よくわかんないこと常に気をつけてますから、油断しちゃった時に捕まるんですよ、シャバは超面白い言ってることは普通のこと言ってるんだけど、普通に言ってんだけど、なんだそれって。でかいですよ、サーファー。よいしょ、でかい、でかいのでかいのいや、でかくはないでしょ。いやいやいや、でも1300あるでしょ。1300あったらいっちゃうもん。ありますね。いきますか。はい、村じゃないぞ。はい、いやー、ちょっと今日はすごいね、これ今日はどうしちゃったんだろう、これ。はい、40センチぐらい、43、口閉じて 2.5。 すごい綺麗なね、体だね。はい、これが1300あれば3本5キロ。微妙にないねよっ、1200、100、200、1250、1250、4950。
3本で4,900円。いやでもまだ小さいの残ってますからね。そうですね、はい、逆光ですけど寄って寄って、はいはいはい。いやあの5匹でいったら5キロだよ全然、はい、でも3本で4,950円。はい、ありがとうございます。じゃあ逃がします。はい、すげえ。よし、くぬま、すげえ。皆さんしつこいようですが、タックルはなんか、なんかタコ、タックル、タコ、タックルはだから、おお、またそれですか。またこれですね。もう今ちょっと牛車はこれじゃないと釣れない気がしてきちゃった。もうホワイトウルフの8ポンド、はあ、まずシンカーがサニーブロスの高級シンカーですね。あ、これ俺からもらったやつ、はあ、ええ、これはもう釣り子さんが唯一、釣り子さんが唯一かかってんのはここだけですね。このこれじゃないと釣れない。俺もバスっつったのにシンカーの CM。いや、これでしか釣れない。このシンカーじゃないと釣れないです。これ食ってきたんじゃないかな。そうですね、これを食ってきたですね、はい、でまあまあもうなんかピーっていう感じで、はいはい、そのシンカーは多面構造で、すごい純度の高いタングステンを使っているんで。そうですね、もうこれだけで、そうですね、これだけ投げてると大体バスが食ってくる感じですね。まあもうぶっ飛んじゃってなんだか分かんなくなっちゃって。そうですね、まあでこれで、うん、超高級進化、はい、サニーブロスさんのです。はい、やだな、 GMG 見てて。いや先輩、後輩から2個仮パクでそれを大切に使っていただいてるという。でまあなんか海で旗釣りに使ってるシマノのスコーピオンの、まあ、安いリールですね。これ 1.55 の PE でリーダーが20ポンドでダウンショット。はい、ダウンショットっていうより多分そのシンカーが重要なんですね、じゃあ。はい、そうだ、まあこういって食ってるからね。こうやって食ってるから。はあ、で、まあ、サオはまあもう、浮くやつです。浮くサオですね、これね。浮くっていうサオですね。はい、あ、もう、ホワイトウルフ。水素に限りなく近いっていうイメージ、この。はい、あ。8ポンドってのが今日のでも気持ち。そうですね、8ポンドの、うん、7フィートですね。この本当にね、なんか、全然、魚がバレる気がしないんですよ、これ。確実に今日はフックセットしたの、はい、結構暴れつつちゃんと取れてますね、はい、4匹この竿で釣りました。牛車で5匹を釣ったのも初めてですね。で、今3匹合計で1950です。はい、5匹だと予想、5匹だとまあだから450、まあ500ぐらいあるか、500の100だから600でしょ、うん、だから5,550。すごい、はあ、まだまだ上を狙っていきますんで、 100g を入れ替えたいと思います。コンクルージョン、コンクルージョン。お疲れ様です。どうもお疲れ様でした。ついにですね、はい、ちょっと今片付けが終わって吉野家さんまで車で移動してきて食事をしたんですけどね、ついにね、初のね、5匹っていうのを釣ったことがなくて、牛車で単日、牛車で単日5匹っていうのね、48、46、43、35、20釣りましたね。で、3本の一番上3つが4,950で、はい、あ、もう十分の帰り、ほんと事故らないように帰らないといけない。いやー、出来すぎといえば出来すぎな展開。そうですね、1日で5匹で、まああと2、3倍、3倍とかあった、8倍とかね、はい、なんですけど、まあ本当途中でね、水のいいところが見つかったんで、魚が取ることができました。結構まあ小さいのもいましたけど、ほとんどが粒ぞろいで、豚バスぞろい、いちごミルクってことですね。そうですね。本当ね。坊主の方が多いフィールドってなかなかないですからね。ちなみに今日俺は坊主です。はい、まあ動画見てもらうと分かると思うんですけど、釣り子 TV さんもでかいの2匹ばらしてますので、ね、完全坊主ではないんですよ。そこを使うかどうかは分からないですが、はい、完全に体見えてましたからね。はい、まあ、一応今日もまたラージしか釣れないですね。ガボツの方にはまた手が届かないんで、まあ、来月あたりからガボツも食いが良くなってくると思うんで、いやちょっともう何も言うことはないです。俺
このガモツのネタいい加減もちょっとやめた方がいいのかなと思ってるんですけど、お前釣ってみろよお前って話なんで、これが牛久だっていうなんか会心の釣りはできましたよね。そうですね、まあ本当に落ちる噴射し続ける感じの 3,4 時間だったので良かったです。本当ね、これ通ってるとたまにはこういうこともあるんだなと思って、なんとかね世の中つまんない感じになってますけど、またちょっとこの勢いのまんまお願いします。はい、もうね完全にアフターに入ってくると思うんで、大きいのも出ると思いますからね、やっていきたいと思います。今日は事故らないように帰ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。